今回のスピチューブはこちらです。岡山グルメ、今回は肉の佐藤商店さんにお邪魔させていただくわけですが、こちら岡山ドーム前にできたようです。いや、一人焼肉できるんですよね。激安価格の焼肉店、906円、まあ、ご飯ついて906円。それでは最後までよろしくお願いします。はい、というわけでスピチューブやってまいりました。今回は北長瀬の岡山ドーム前の方に来ております。なんでもね、この辺に新しくできた焼肉屋さんがあるということで行ってみました。あの、ものすごく安い焼肉屋さんということで有名なんですよね。はい、今日のお店がこちらです。岡山ドームの前にできたお店なんですけど、肉の佐藤商店さん、ここめちゃめちゃ安いんですよ。安い焼肉屋さんがこんなとこにできたと。いやー、ちょっとねすごいなと。まあ、この辺ね、焼肉屋さんあんましないんですけど、まあ、こういうね、北長瀬の岡山ドーム前にできたということです。安く食べれるお店なんですよね。倉敷にもあるんですけど、はい、でちょっと今日はこちらの方にお邪魔させてもらおうかなと思います。はい、というわけでオープン初日に行ってみました。いやー、すごい楽しみですね。いざ入店でございます。これ 50g、50g できるんですか。いろいろセールやってるのが、カルビとハラミはセールやってるんです。あ、じゃあもうめちゃめちゃ安くて290円と、あと塩タンももうちょっと390円とめっちゃ安いです。あ、じゃあもう塩タンとカルビとハラミ、はい、50、50と鶏ももも50もらっていい。鶏ももでね。で、あとご飯小で、はい、お願いします。はい、出ます。はい、あ、じゃあこっちで。というわけで注文した品が来るまでしばらく待ちますね。こちらがこの肉の佐藤商店さんの、まあ、ルール、利用案内ですね。こんな感じになってまして、まあ、入店して注文、飲食、ね、これテイクアウトもできるんですよね。で、まあ、この終わったグラスとかね、食器は返却口までということです。で、後ろがこういう形で、まあ、ご飯とかね、あのサラダとかクッパとか、まあ、焼肉屋さんならではの、商品が書いてありますね。そしてこちら、ソフトドリンクとか、あのアルコール類が飲み放題ということなんですよね。めちゃめちゃ安いですよね。50分980円。で、こちらがタレになります。3種類あって、その他にレモン汁がありますね。こちら、お手拭きなんですけども、この佐藤精肉店の、ね、お手拭きですね。で、系列店がね、こんだけあります。鶴松グループですね。はい、今回のネタがこちらでございます。こちらとお会計が、906円、まあ、ご飯ついて906円。いやー、ランチ関係なくね、900円台でこうやって焼肉が食べれるっていうのは素晴らしいことかなと思います。いやー、安いですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。焼いていこうかな。
ですね、これためらうことなく一人焼肉できるということで、こちら朝10時から夜の22時30分まで営業されてるということですね。団体も OK です。とりあえずハラミとカルビやります。あ、こん中に食器入れてってことですか。あ、わかりました。今日しかします。あ、すみません。働き者を演じたいんで。
すみません、ごちそうさまでした。また。はい、というわけでごちそうさまでした。がっつりいけましたね。なんか 50g 50g でおすすめの品をね入れてもらったんですけど、906円という価格で、まあもちろんご飯ついてっていうことなんですけど、いやーね、これ安く食べるんだったらやっぱここですね、肉の佐藤商店さん、いいですね。これ飲み放題もあるんで、まあこれ電車ねちょっと降りてささっとね行けますよ。電車だったら多分5分ちょっとぐらいかなと思います。結構ね、あのやっぱ店員さんもね勢いあったりね、気さくに声かけてくれたりするんで、行きやすい焼肉屋さんでもあるし、一人焼肉も全然できるんで、いやーいいですね。なんかファーストフード感覚ですね。ささっとテイクアウトももちろんできます。はい、というわけでね、皆さんぜひ行ってみてください。おすすめしたいね焼肉屋さんでした。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。